どうも、ナスビーです。今回の企画テーマは、残念特化シリーズ第3弾、最強の虫使い。前にバゼルギウスを総中根の虫アタックだけで倒しましたが、今回のターゲットは、歴戦ネルギガンテ。しかも4枠。制限時間30分。ちなみに装備ですが、今回も全裸だときついので、専用装備を作りました。これは難易度を下げるためというより、動画の尺が無駄に長くなるのを防ぐためです。まずは虫の紹介。前回も使用した雷派生カブト虫。速度パワーのバランスが良く。打撃なのでスタンを取れます。スキルは疑似的に不動を再現。頻繁に吠えるネギ方向を無効化し、地味に当たりやすいサイドステップののけぞりも対象で無効化。そして回復の手間を省くために超回復ウルズ。武器は虫ボーナスが属性でレベル3スロット枠のあるもの。装飾品はこんな感じ。今回は固有なので捕獲ができません。つまり、倒すしかない。企画開始前はクリア時間が不安視されましたが、今回は全裸じゃない影響が強く、前回のバゼルよりも効率よく戦えました。本企画で、多くのハンターを虫以下にしてしまう可能性があります。ご視聴の際はくれぐれもご注意ください。では本編スタート。フル茶とか全く意味ないですね。ちなみに装備は使いません。不動はまだしも転身なんてただのチートじゃないですか。そんなの使ったらこの企画の意味ないですよ。虫じゃなくて転身の強さを証明してどうするんですか。猫パンチやサイドステップは対象で無効化してます。これが地味に助かる。白いトゲは貴重なダメージチャンス。さあ相手カブトムシ。固有を食らう優雅どうした。さらにお前が食らうのだ。イニシエを食らう虫になれ。いいぞカブトムシ。黒化を防いでいけ。壊したばかりなのにもう生えてきやがった。2回目のスタンダー防破壊は抜かりないな。雷特化とはいえ黒くなるとダメージがしょぼくなる。白いトゲは積極的に壊していく。角が折れました。しかし再生がやたら早い気がする。まあダメージチャンスが増えるのはいいか。スタン3回目。破壊完了。なんかこいつ、バゼルより5個いいんじゃないか。
線は便利ですね。普段使ってる各種装備には基本入れてませんが、フレーム回避したりタックル搭載しなくていいのは非常に便利。まあ TA や高速周回だと不動の90秒でほぼ終わっちゃうので、慣れたハンターほどミニ戦が必要なくなる傾向があるんですよね。まあ歴戦テオとかは方向からの即死が怖いので、そういう時用にいくつかマイセットがあればいいかなって程度です。雑談してる間に第2ラウンドへ。こんなにもろかったんですね。このエリアは段差事故が怖いんですよね。体験やハンマーにとってはボーナスエリアでも、今回みたいな企画では邪魔でしかない。打撃に付随してる現地効果でお疲れのようです。ボロボロ壊れますね。正直もっと即死ダイブされまくると思ってました。何も怖くない。いきなり全身に生えました。範囲やばすぎー。さすが列戦4枠。あんな攻撃でさえ即死しそうになった。反射的に飛躍も受けましたが、多分ほっといてもウルズですぐ展開してたと思います。同じ手枠ワンと。しかし横から見てるとトゲの飛距離がエグい。体験版の時はあんなに苦労したのに、もしかしたらあの時も虫だけで撃てたんじゃないか。しかし当時はそんな発想生まれるはずもなかった。もし成功してたらまとめサイトに転載されまくってたかもね。一回ダイブされちゃったせいか、もう阻止が難しそうです。そして第3ラウンド。前回もちょっと触れたことですが、この企画、めちゃくちゃ指が疲れます。実はこの本編はテイク2だけど、テイク1の最後でコンの攻撃が誤爆して、運悪くネギに当たっちゃったんだよ。誤爆しちゃったテヘペロ、ってごまかしてもあったけど、
低評価つけられまくる未来が見えたので、泣き泣き低普通だよ。しかもそれに使用した2枠ネギが残り1回で、それをセーブしちゃったんだよ。そして4枠ネギしか手元にない状態になったんだよ。まあ評価された4枠だろうが、当たらなければどうということはない。さっき当たって攻撃力のヤバさは分かったけど、まあ即死しないならいいんだ。対象あると今のでこけない。さあ、弱ったぞ。難題はここからだ。隅に逃がしてしまうと非常に厄介なので、先行で引っ止めて倒し切るしかない。テイク1では先行耐性がついて結局逃げられてしまった。先行状態だとネギは暴れまくるので、頭を狙い続けるのが非常に困難なのだ。つまりこの先は割と運である。あそこだと無駄に広いので移動させます。さすがに狭い道で飛びかかられると厳しい。逃がさんぞ。尻尾の回復 X が地味に美味しい。ネギに先読みされました。さすがにこの状態は厳しいので飛躍ごっくん。ライブ中に虫を当てて倒すっていう神プレイがしたい人生だった。もし決まればサムネ映え間違いない。まあミスったら即死ですけどね。このタイミングでスタンはナイスだ。ここで一気に削り切りたい。このパンチの追尾性能が地味にすごいのよね。トゲ生えてると二段ヒットだからガードもリスクあるし。まあ虫には関係ないけども。そろそろ先行耐性が心配。こいつは先行でやたら暴れる。もしマルチでネギに先行しまくってたら完全に地雷なので、巣に逃げてる時だけにしようね。逃げてる時に段差に引っかかるとヒヤッとする。仕留めないと巣に逃げられてしまう。巣で天井からやたらタイミングよくトゲが降ってくる。あれでチャンスタイムを邪魔された人絶対多いよね。ネギの攻撃に連動してると見せかけて、あれ自体が石を持って殺しに来てる感ある。弓でガノトトスと戦ってる時のランゴスターを思い出すのよ。うすりとやられて麻痺するあの瞬間はほんとクソゲだった。二回目の疲労なんて普段ならそうそういない。やったぞ。尻尾をこづいてたら死に落ちた。おいお前、10分以上の熱戦の結末がそんな間抜けでいいのか。討伐スクショが絶対しょぼいやつだぞこれ。タイムは12分58秒。虫だけでこのタイムって割とすごくないですか。しかも歴戦4枠の最強クラスのネギですよ。ちなみにテイク1の2枠ネギは15分でした。どんな戦法でもやっぱり慣れがあるんですね。せっかくなので今回は歴戦報酬まで見てみることにしましょう。
なんだこの間抜けなスクショは。ネギが背中向けててサムネ映えしないじゃないか。調子が出ました。サンキューネギ。では、ご視聴ありがとうございました。